こっちに思えたんですね。うん、高浜にえ、そうです。やっぱ本当、あの、どうしてもね、絶対なすよくやるのは、こう、あれだから、青発見器、こう。ちょっとしたことやけどね、違うんよね、あれ。いろんなことした。でも特に活躍するのが空港のトイレとかね。トイレ。トイレ。ポンされたら、ブーンとか。飛びポン。はい、止まった。開けた時は面白かったけどね。コンコンってしたっけ、ガチャッと開けた、どうぞー。おっちゃん、びっくりした。おっちゃん、ドギマギしちゃった。何それ？のり。あのね、おちゃんこう切り切ったね、乗り物出したい。あれなんで入っとるって分かったのにコンコンするやろ。すいません、ちょっと大きくしてね。入ってしますよね、みんな。早く出ろってことですかね。どうぞ。ニコニコしてあげちゃったけど。お茶碗いりますか？いります。7個。8個。1個ありますよ。はい、1個あるか。待ってましたと言わんばかりの空の茶碗が。ドスンと置かれた。何だその卵の茶碗でもいいですよ。あ、本当よね。これでもいいやな。あちらはそのほうがいい。どんぶりの方が似合いそう。あの茶碗なんか。大変なだそうだ、うん、大変なだそう。ごめん、卵もう一個くれ。卵もう一個、うん、卵もう一個。あ、ちょっと思ったね、卵もう一個少ないな感じだな。役者のことは間違いない。料理人、これも必ずかませのこの鍋買いの時には役者のとこの小野さんとこの横に座ります、ね、なんで丁寧なんで。ネイビアンは一番うまい状態で、うわや口やもん、みんな入れてまい入れてまい、うわー溢れたみたいな。小野さんで座ってたら間違いない。鍋の時は取り合いやもん。だ、小野さん、小野ちゃんの横に座るのがかませのあれなんですよ。これ忘れてる。あ、そう、俺でもわからないね。綺麗にこう、やっぱ鍋らしくするんですよ、うん、特にあのズボラな軍団の横に行くと大変なことになる。あとは丁寧だな。水元のポンコかな、大根が事細かいんだ。水元の上がります。細かいです、うん、細かいからお腹にモテるんですよ。豆なんやろ。豆です。なんでそれ。揚げ膳生前ですね。もうさっとったらついてくれるし。あ、みんなの最後するか。おお、なんだ。あれと全長さんとは細かいです。はい、消してください。消す。はい。